うちは、息子二人持ち、乳児&幼児。義兄家は、娘二人、園児&小学生。この娘ちゃんたちがおとなしくて、義兄嫁も、日傘に、ロンスカとか優雅な服装で。いつも、機能性重視の格好しかしてない自分は、やっかんでたんだと思う。この前、義兄家やうとめと出かけた。みんなで、徒歩移動中、私が下の子を見て、上の子は夫に任せてた。ところが、上の子が急に飛び出し、ちょっと離れてて自分じゃ間に合わない。で、時に身を挺して止めてくれたのが、義兄嫁だった。日傘放り投げて、ヒールは脱げて。で、夫に、小さい子の手を離すとか何してんの。と、激怒した後、気絶した。義兄嫁さんが、健康的に見える割には、体質的に弱い、何か大きな病気ってわけじゃないらしいって聞いてたけど、びっくりした。義兄子ちゃんたちも慣れてて、お母さんに日傘差し掛けたりしてた。日差しに弱いんだって。とりあえず、その場は、義兄夫婦だけ、義実家に戻ることになった。後で合流した時に、お礼とお詫びをしたんだけど、逆に驚かせてごめんね。息子くんの前で旦那様にきついこと言ったのもごめんと謝られてしまった。もうやっかむのはやめる。義実家で義兄嫁が家事をやらなくても許される雰囲気だったのも納得した。代わりに義兄がまめに立ち働く。義兄嫁、マジで大変だ。これからはもっといたわろう。あ、子供から手を離した夫は閉めた。息子本人にも言い聞かせた。元汚れの浮気で、1年半の調停を経て無事離婚。お嫁の家庭環境を知りながら守れると思いつつ結婚したが、結局、子供たちに母親がいなくなるという辛い経験をさせてしまった。お嫁家庭は、お嫁祖母罰1、お嫁母罰1、お嫁姉罰1、お嫁母妹罰2、と典型的な罰家庭でした。で、お嫁との出会いは、同級生の紹介で、すごく可愛くて半分一目惚れだった。当時俺19歳、お嫁19歳で、そのまま付き合い始めました。付き合っていくうちに、どんどん惹かれていく俺。めちゃくちゃ尽くすお嫁にどんどんハマっていった。そんな時に知人からお嫁ちゃん、元彼と付き合ってる時、浮気しまくりだったらしいよと言われる。正直落ち込んだけど、俺にはお嫁しかいないと思ってたから引き返せる状態じゃなかった。で付き合って2年後プロポーズしたんだ。OK もらって嬉しかった。周りからは典型的な離婚家庭だしやめとけ。って言われたけど、俺、聞く耳持たず状態。で、式の日取りを考えてるとき、ふと、お嫁の携帯が見たくなり、お嫁が寝てるうちに見ると、元彼と会っていたり、旅行に行っていたことが発覚。別れを切り出すも、泣きながら謝られて許す俺。結婚すれば変わると、信じて疑わなかった。で、結婚後、お嫁妊娠出産。で、翌年年子で二人出産。結婚4年目に、お嫁の外出が増え、子供産んでほっこちたという言葉を信じて、レスが始まる。再び携帯を見ると、男の影が。で問い詰めると、また泣きながら相談していただけだからと謝ってきたので、許してしまい。その年のクリスマスに、お嫁に、ちょっと高価なプレゼント。感極まって泣くお嫁。まだ家族として成り立つと信じる俺。3ヶ月後、男を作り、子供を置いてお嫁失踪。お嫁実家に行くも離婚。子供に対する危機感が、全然なく撤退。更新所に依頼して探すと、市内で男と同棲していた。単身乗り込み説得に試みるも、罵声を浴びせられ、精神的に参る俺。ペンからも悪質なため調べた方が良いと言われ、弁を入れた時点で DNA 鑑定しました。親子関係 99.999% でした。で、弁護士から内容証明を送るも嫁家族から。恋愛は、
個人の自由なのにそんな性格だから浮気される。めめしい、離婚なんて、3組に1組はしてる。などのことを言われ話にならず、調停に移行しました。こちらからは、慰謝料300万と養育費の請求をしました。この時点では、法的措置を取ることで、お嫁が反省し戻ってくると信じてました。ですが、反応は、私の DV に怯え逃げてきた。浮気は一度もない。旦那の DV で怖く怯え、夫婦関係が破綻した後に、真男と付き合い出した。旦那のせいで、精神的に弱っているので子供は育てられない。といったものでした。更新所の証拠を提出するも、調査は別居後からだったので、夫婦関係が破綻していたのかどうかが、論点で話は平行線でした。DV なんてもちろんないので、証拠もなく、不貞も破綻する前から、なのか証拠がありませんでした。携帯の通信履歴から、別居以前の連絡はつかめましたが、肉体関係までは証明できませんでした。調停開始から1年後、お嫁が真男と別れたのか、急に親権を求めてきました。旦那と離れ精神が落ち着いたので、養育費をもらい、私が育てます。と言い出してきたのです。でも、散々調停で育てられないと連呼していたり、なんだかんだ、1年以上の養育実績もあり、調停員も親権は旦那さんでしょう。と押してくれ、なお、かつ、弁も、シングルマザーの再婚や恋人によるいじめ事件、お嫁の家庭環境などを書面で提出してくれ、お嫁の男性依存を唱えてくれました。それに対してお嫁は、家庭環境を出すなんて最低。離婚は男が悪い。親権やるから慰謝料払え。と言ってきました。最終的には、養育費、慰謝料を請求しないことを条件に親権を諦めてもらい、離婚しました。で、離婚成立1年後、お嫁と子3年弱接触無の現在、急に、お嫁から子供と会いたい。家族で出かけたい。と言ってくるようになりました。子供は会いたがっているが、男性依存症だと専門家が言う女です。いつ男を作り消えるかわかりません。そんな女と子供を会わせても子供は喜ぶけど、また、離れることは目に見えています。なので会わせていません。子供がそれなりに成長して、不貞の良し悪しを判断できるようになったら、子供の意思で決めさせます。